新今宮駅前停留場鎌ヶ崎は、かつて、摂津国、大阪府西成郡、今宮村に存在した地、及び現在においてその一帯を指す、地域通称。現在では、西日本旅客鉄道関西本線以南の西成区、萩野茶屋1丁目、萩野茶屋2丁目の各一部を主に指すが、当初は、道線以北の何枠、恵比寿西3丁目、恵比寿東3丁目、 エビスモ都庁二丁目の各一部も含んでいた。いわゆるアイリン地区を含んでおり、同地区の通称としても使われる。本校では、鎌ヶ崎の歴史について記述する。同地域の現状については、アイリン地区を参照。鎌ヶ崎という字は1922年に、今宮町が、それまでの今宮、木津野に大技を新町名となる37大技に改変したことにより消滅したが、 現在でも地域の通称として鎌ヶ崎もしくは鎌という略称で呼ばれることも多い。アイリン地区という古称は1966年5月に行政機関と報道機関における統一名称として誕生したもので、概ね鎌ヶ崎の別称といって良い。当地は江戸時代に低湿地を干拓して誕生した。鎌ヶ崎という名称の由来にはといった説がある。なお、他に 日雇い労働者への配給食料を調理するために、釜で炊き出しをすることから釜ヶ崎と呼ばれたとする説もあるが、これは俗説であり、釜ヶ崎の故障は、日雇い労働者の寄り場がこの地区に形成される、以前から存在する名称である。萩の茶屋周辺は、西入、船町や、東入、船町などの旧町名が示す通り、旧淀川の分流である木津川の川口域、 隣岸にあり、古くは低湿地で、江戸時代にかけて深海地として開拓された。江戸時代には、奇襲街道にあたる境筋沿いに伸びる長町に、旗子や木地宿が立ち並んでいた。長町は、都市流入人口の一時的な大流地に加えて、失業者の大流地の性格も次第に帯びるようになり、長町の東西に隣接する天王寺村、南波村、 今宮村の各一部にあたる長町裏に大阪最大のスラム街が形成されるに至った。長町の東側、合法が辻などは無宿人で溢れていたと言われ、1861年には長町に救い小屋が建てられている。長町界隈には1886年の最盛期には、基チん宿2291戸が並び6873人が住んでいたとされる。 しかし、これらが流行し、長町界隈に発病者が多く、衛生面の他に、治安、都市計画の面においても、長町裏スラムは問題視されていた。1897年の大阪市第一次、地域拡張の際に、南馬村の全域と天王寺村、今宮村のそれぞれ、大阪鉄道以北が大阪市へ編入された。翌1898年の、 宿屋取り締まり規則によって、大阪市域における、キチン宿の営業が禁止され、1903年の第5回内国官業博覧会開催に、仙手町,町町浦スラムは一掃された。この時、大阪市域を逃れて、キチン宿と長町浦スラムが移住した先が、市境の南に隣接する、今宮村の鎌ヶ崎である。釜ヶ崎の周辺では1912年に新世界。 1916年に、日田遊うが誕生するなど次第に市街化していき、1917年には、今宮村が調整を施行して、今宮町となった。1922年に、今宮町が、従前の二大技を新町名となる37、大技に改変したことによって、地としての鎌ヶ崎は消滅したが、以降も、地鎌ヶ崎であった範囲の通称として使用されている。そして、 1925年の大阪市、第二次市域拡張の際に大阪市へ編入された。大正後期から昭和初期にかけて大大阪時代と呼ばれた流星期は昭和恐慌により一転し、第二次世界大戦で焼け野原となった。約40%の人が離災し、約250名が死亡、2400名が重軽傷を負った。戦後、 大阪市は1947年から近藤、中馬大島と日本社会党系の市長を連続して輩出し、以降も自社愛乗りの大阪市政を継承し、不老者、貧困対策を重視した経緯から、西日本各地の貧困、不老者層が次第に大阪市に集積し、各地に土屋街を形成したが、やがて鎌ヶ崎一帯に集約されることで現在に至る。 都市問題研究に収められている1959年の西成区鎌ヶ崎実態調査によると、当時、定職を持つ者は4割、移動労働者が4割、無職者が2割だったとのこと。また、この地域に住んでいた人は世帯持ち、30から50代の単身生活者、反社会的一群、障害、老齢のみで細々生きている人たちの4つに分類できるとのこと。 1961年、老年の日雇い労働者が交通事故で死亡し、その際の警察の対応に不備があったことを発端として第一次鎌ヶ崎暴動が発生。それと同時期に鎌ヶ崎対策が発表され、西成保健処分室、私立愛林会館といった福祉施設の充実と私立愛林寮、 私立今池生活館といった施設による住宅政策の二つが推進された。大阪万博開催の1970年には、現在の愛林労働福祉センターが設置されている。設置される以前は、同センターの南側が賭博の場所として使用されており、日雇い労働者が集まる場所はそこから西にそれた場所にあった。現在において、鎌ヶ崎の故障は、 上述の通り合い林地区の別称に残るほか、関連して、鎌ヶ崎用語などのような、使われ方がされている。旧西成区西入線町、東入、船町、何区、水崎町、宮津町、貝殻町などにあたる。新州大阪市市大阪最初のスラムクリアランスと、その帰結、加藤正宏、立命館大学人文科学研究所、起用、1から22、 2004から02鎌ヶ崎少子市論、本間圭一郎、NPO 法人鎌ヶ崎支援機構。ありがとうございます。